今年の日本シリーズは中日対ソフトバンクか。まあ、俺たちには関係ないんだけどな。ご視聴ありがとうございます。ヨドノキイソです。さあ、オフシーズンですね。オフシーズン、ああ、機材がもうお金ないってのに、そう、お金ないってのに俺たちってば、うっかりフォード取っちゃったからね。うっかりモンティフォードを獲得してしまったので、参ったなぁ。さあ、表彰、なんか誰か、うちから表彰されてんね。わ、すげえジャイアンツだ。すげえジャイアンツ。あ、浜田選手がベストナインだ。やったぁ。そしてゴールデングラブ。あ、丸山選手がゴールデングラブ。もう守備の人だからね。で、あ、岡本選手が2冠か本塁打打点。すげえな、さすがだなぁ。で、最多セーブ。梅野投手が最多セーブだ。大砂投手が最優秀中継ぎ。はい。新人を追う力は全然。まあまあ、そんなもんだろうね。そんなもんだろう。ね。で、なんとかね、なんとか5位になるような、そんなチームなんで。そんなチームでも最多セーブ取ってる梅野投手すげえよな。で、契約更改はおそらく飛ばしてると思います。ね、まあ、引退試合した選手らが当然引退ですよね。で、あと、山田選手引き止めてたんですけど、2回目は止められないんで引退しちゃいました。そして、フォードはもう、うちのね、首脳陣でも話し合ったんですけど、フォードやっぱいらなくね？やっぱフォードいらなくね？ってなったんで、フォード自由契約にしてます。フォード自由契約にして、で、もともとなんか、ああ、まあ先にドラフト行こうか。高校ナンバーワンショート、間宮慎介。おう、楽しみですね。うちがピックアップしてるかどうか知らんけど。さーて、うちの補強ポイントってどこだろう？やっぱ、大砲欲しいなぁ。日比さん。うわぁ、すげぇ。26歳。もうちょっとコントロール。あ、でも、タイピンチあるのいいね。名倉さん。はい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 。まあ、社会人って感じかな、この辺はな。わー、すげえ。脇山すげえな。富樫すげえな。で、まあ、この辺もなんか総合力高い社会人とか大卒とかって感じ。すげえのがいた。こいつ欲しいな、高倉欲しいな。高倉超欲しい。これ今年の1位確定っしょ。競合するかな、やっぱ。大越もいいな。大越？大越かな。大卒なんかすごいのがいっぱいいるね。この辺も大学生なんだね。なんか変化球のすごい大学生いっぱいいんな、今年。あと、大分枠も探しとかないといけないね。また、高卒でこれはすごくね、左のサイドで157キロを投げる柳川くん。欲しいな。柳川欲しいな。先発だったっけ？先発だな。欲しい。あ、野尻もいいな。高卒でこれはいいな、野尻。竹谷かな？竹谷もいいなぁ。ああ、塩崎もなんか癖があるなぁ。浅山3球種持ってる。高卒でこれはすげえなぁ。川上もいいなぁ。球速がちょっとあれか。すげえな。ピッチャー多いなぁ。大分枠で、でも最近大分枠が面白い枠と化してるんで、ちゃんと戦力になりそうな大分枠見つけるとちょっとおってなりますね。社会人で、わーすげーこれ欲しいな、坪内24歳か。で、あ、これ大分枠だね。体でいいのかな。あーバランス型だ。ああ、いいね。こういう大学生いいね。でも、うちの、多分、ヨモギダと被るね。おっと、
ウィいいな、ウィ。で、あ、ソウル意識も高いんだ。すごいいいな、ウィ。あー、大卒でこれかって感じね。大分枠北条。おっと、障子、あー、これ能力高えな。いいな。しかも足も使える。盗塁走塁 B の可能性がある。いいなー。いいなー。この辺はね、大学生、大学生でもちょっと低めだね。あー、肩と足の大分枠、瀬戸口。微妙だな。おー、大分枠、長吉。長吉行くか、これ。長吉ありだな、社会人21歳。でも、出番なさそうだな、うちだと。第三捕手、控え捕手で。いや、でもまだ古賀選手が、まだまだ元気だもんね。その次ぐらいな感じで、じっくり二軍で育ててみても、すげえ。すげえのいるわ、高村。肩の強い男、高村。なんかでも、そんななんか、こういった、高校生ナンバーワンショート、マミヤ。まあ、高校生でこれはいいね。内野安打と走塁と、まあ、足も使えるし、いいんじゃないって感じ。とはなんか、大分枠、大分枠だなぁ。こいつは大分枠だなぁ。右投げ左打ちってことは多分、右利きだけど、左打ちにして、で、左投手に弱いっていうね。じゃあ、右打ちの方が良かったんじゃないかと言われるのが、やっぱ大分枠の、大分枠っぽいところだよね。これ、長距離砲として取っといてもいいな、沼田な。いや、じゃあもう、1位は、あいつでしょ。どこ行った？高倉。1位は高倉でしょう。高倉か。左のサイドの、左サイドの変なやつ。なんだっけ名前。柳川。柳川捨てがてえなぁ。でも、高校生は、2巡目で取れそうな感じもするんで、やっぱりここは、高倉でしょう。高倉が欲しい。さあ、どうだ？ああ、だよね、だよね。やっぱみんな高倉欲しいよね。あとは、ウイと、高村捕手っていうのはよくわからんけど。さあ、5球団競合、引きてえな。どれがいいかな。やっぱ一番左行こうか。これでどうや？うおっしょらやったね。やったね。で、ウイも競合して、あとはどうなるかな。柳川は外してほしい。あ、長吉取られちゃった。大分枠の星、長吉が。よしよしよし、これは、あ、つぼちも行かれた。これはでも、これは柳川いけるぞ。左投げサイドスローで157キロを出す高校生。奪三振も持ってたら嬉しいな。で、とりあえずこの二人っしょ。あ、富樫行かれたね。ね、脇山も行ったか、やっぱ。あ、野尻も行かれた。ちょっと待って、あ、大越も行かれたな、大越かな。じゃあ、あとなんか、沼田ぐらいしか欲しいやついなかったくね。大分枠も取っとかないといけないか。草薙は、あ、草薙、面白いやつだったな。いやー、高村、あ、こいつか、高村。今年のやっぱドラ1はみんな集中してましたね。スグロもいいんだな。なんか、そんな上位で取る人いたんだね。長吉欲しかったけどなぁ。まあ、やっぱ、このポテンシャルは、やっぱ消えるよね。早々にね。指名されるわ、そりゃ。庄司もなぁ、やっぱ行かれるよなぁ。で、大分枠北条。キャッチャーがいるのかと言われると、そんなに急務でもないんだよな。なんつったって、あいつが、まだ高卒で出たばっかだからね、よもぎだはね。あとは、そんなになんか、そんなに焦って、今必要な、いや、ほんと長距離砲が欲しいなってだけで、内野ユーティリティも、
まあまあ、次世代の内野ユーティリティを育てておきたいかな。手ぐらいだもんな。山脇が大分枠の中じゃちょっといいかな。それぐらいっしょ。とだってそんなになここの補強がっていうよりは今いる奴らをこううまいことレベルアップ。待って、相原いいな。伸びしいの可能性があるんか。どうすっかなぁ。この辺大学生投手もでもなんか、やっぱ1位で、やつが取れたからなぁ。名前なんだっけ？高倉か。1位で高倉取れたんで、もうそんなに、待って、これもなんかすげえな、アナン。アナン変なやつだなぁ。で、高卒で取ったやつがそろそろ多分出てくるんですよ、ピッチャーも。なんでそんなに焦んなくていいのかなと。どちらかというと中継ぎとかも補強しておきたいよね。ってなったら藤島、いや、144でまあ、社会人24歳でそれはいらんか。ってなったらやっぱ高校生あたりで探す？大分枠が決まらんな。北条も大卒でこれはいらねえんだよな、別にな。空とかな。空とでも、まあ、ポテンシャル高えけど、能力高えけど、セカンドショートで、セカンドは、足がもうほぼ A なんだ。うまくいけば。セカンドショートでって、今、うちの争いは結構激しいからね、24歳が入ってきてもってとこではあるよね。高校生ピッチャー、山脇いっとくか。山脇は多分残るから、山脇多分残るんで、っていうことを考えたら、とりあえず、沼田を取っておくか。沼田のパワーどうなの？C あるかもしんないし、まあいいかもしんないしってとこかな。肩はまあまあ、足は遅め。ミートが苦しいな、これな。とりあえず沼田行っとこうか。沼田行っといて、で、ここで、内野の守備型の内野手も欲しいんだけどな。岩村とかもいてもいいかもしんないね、これ。よくね？え？岩村よくね？高卒で、守備はもう間違いね。まあ、でもそんなに慌てて取る、あれでもないか。高校生ナンバーワンショート、マミヤ、残ってんね。マミヤもらっとくか。マミヤもらっちゃう？マミヤもらっちゃおうか。ナンバーワンショートマミヤもらっといて、で、マミヤもらっといて、で、最後に大分枠で、大分枠で山脇。これでよかろう。もう示しない。69人も取っちゃった。69人も取っちゃったな。大丈夫かこれ。スケット取れねえな。スケット取れない。で、帰国選手、誰かが帰って、誰だろう。あ、吉田選手。吉田正隆さん。ああ、すごいな。すごい得のもりもりだ。これで何歳？ 36 歳。ほー、36でこれ。で、3億4千万。まあ、うちは違うよな。うちは違う。結果どこ行ったかわかんないけど、ポスティング、おっと、ベイスターズから辰巳さんが、承認された。40盗塁してる、すげえ。まあ、頑張ってくれ。で、機材がもう、しんどいな。で、うちから FA で出ていく人はいなかったんだけど、モーイネロさんが FA 宣言してる。ちょっと待って、すげえな。
今おいくつですか？ 34 歳。え、欲しい。6400万。欲しいな。あ、山本投手がジャイアンツを出るのか、すげえ、いくつ？ 31 歳。ちょっとうちに出せ、あ、4億でいいんだ。まあ、いいんだとか言って出せねえけどさ。出せないんだけどね、うち。奥川さんが、奥川さんが帰ってくる。奥川投手帰ってくるかい？ 6600 万。帰ってくるの、佐々木さんも出るんだ。え、マリンズ大丈夫？マリンズなんかすごいピッチャー一気に出そうだけど。で、中日高橋投手、三森選手、うわぁ、徳のもりもりだ、足も速い。30歳、いいなぁ。うちなら間違いなくレギュラーだよ。1億8000万、まあ、そんなもんですよね。奥川さん安いなぁ。交渉しようかな、今若いしな、28歳。徳能もいいしな。奥川さんが欲しい。で、奥川さん行っちゃうともう、誰も取れない。もう70人目だからね。70人目だから、まあまあでも、助っ人の補強も、11番よし、待って、うちの11番今誰が11番つけてたっけ？酒井か。酒井ならいいや。酒井ならいいや。これでどうでしょう。ああ、ダメでしたね。まあ、そうだよな。ちなみにどこ行くの？おっと、パリーグ潤うな。パリーグ潤うぞ。奥川さんがバファローズ行った。セリーグに来るのは三森さんだけか。まあいいや。もう練習機材がもうボロボロ。練習機材ボロボロ。さあ、自由契約で。取る人いないと思うんだよな。誰か欲しい人いるかな。塩見選手が36歳か。この能力はいいけどな。5000万。うわぁ、どうしよう。スタメン起用はないけど、特殊能力先生として。でも特殊能力先生うちいっぱいいるんだよな。そうで、フィギスが、なんかもういなかったんですよ。もう自主的に帰ろうとしてた。フォードに関してはこっちから契約切りました。フィギスももうまあいいかな。引退試合してあげたかったけどね。あとはなんか、これだーって感じの選手もいなさそうですし、また助っ人一人、いやでもお金がねえか、うちは。スケット取るお金ねえな。で考えたらやっぱり片野の覚醒に期待するか。片野の覚醒に期待しつつ、まあでも当面の間レギュラーは、中山選手でって感じになるかな。リチャード選手がいる。30歳か。30歳、420万で、この外国人連れてくるよりも、かなりいいけどね。三振以外なんか、特殊能力もついてないし。ファーストで使うんなら、全然リチャード選手ありだな。そんぐらいかな。一年目で出た素行が悪いやつだと思ったら助っ人だったわ。思ったほど活躍しなかったんだろうな。守備の人いるね。プリンス。すげえ名前だな。あとは、まあ、なんか、これだーって感じの、助っ人もまあ、なんか、そんなビビってくるような、そんな助っ人がいないですね。この辺あれだ、素行不良組だ、1年で出されてる。1年で、もう19歳で、高卒1年目で出されてる。やんちゃなんだろうなぁ。まあ、今年はいいや、じゃあ。あ、塩見選手とんの忘れてたな。どこも取ってねえな、引退か。で、海外留学、そう、留学は大事。
留学超大事。留学超大事なんですが、その前に背番号を設定するか。はい、背番号がね、高倉が16番。まあ、大卒でね、原樹里さんの後を継ぐような感じですね。で、柳川が64番。んで、どこ行った？あ、山脇が76番。で、あとは、どこ行った？あ、いた。マーミヤが32番という風になってます。4人だよね。5人行ったっけ、俺。いや、行ってないはず。4人だよね。4人ですよね。いや、で、いいはず。OK。じゃあ、これで、行きましょう。で、海外留学だな。海外留学大事だぞ。まず、留学に行けるのか、我々は。ヨーロッパ、アフリカ、コリア、オーストラリア。コリア行きてえな、安いし。コリア行ってもらって、で、その間に機材を買って充実させたいんだ。さあ、どこかな？誰かな？立川か？立川なのか？ 26 歳。もうそんな歳か、立川和史かな？立川なんかな？ミートとかあげてよな。ミート上がるところってあったっけ？守備力、走力。やっぱコリアだよな。全体的に上がってほしいもんな。ピッチャーかな？ピッチャー行かせる？ピッチャーでなんか全体的にもう上がってほしいな、みたいな。亀井とか。亀井いくつよ？亀井早熟か？今成長期なのか、亀井。亀井成長期だけど、5年いてあんまり成長してないな、大分枠亀井。日置はなんか、使えそうだね、清田もね。どうしよう。よもぎだもう基礎能力そんな上がんないんでしょ？じゃあもう留学でバーンって上げて一軍で使うか、これ。片野かな？ 25 歳。25歳片野を全体的に能力上げて、ここからそうだよな、全体的に上がったらすげえ見栄え良くなるよな。ファーストレギュラーの候補として、片野を活かしちゃうか。片野を活かせて、あとは、どうだ。下島もそろそろ一皮向けたいか。特殊能力なんもねえもんな。せめて特殊能力が欲しいよな。見栄えがどうこうとかっていうよりは、まず特殊能力ゲーなんで、須山留学行ってなかったか？そっか、キャッチャー B だし、なんか須山行っちゃうか。須山行こうか。須山と片野で行こう。これで行こう。これで、コリアに行ってもらって、そういう感じにしよう。で、おっと、マーミヤ、お前も急に成長する口か。あ、すごい。いや、やっぱ高校生ナンバーワンショートすげえな。いや、怪我しにくいし、いや、すごい。意識高い。自主トレだけで強くなった、マミヤ。マミヤが自主トレだけで強くなった。じゃあね、そんなマミヤのね、ためにも、ちょっとアイテムを充実させて、次回キャンプ終わったところからスタートと行きましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければ、次回もまた見てってくださいね。それでは、失礼いたします。